はい、欧州漢受験生の皆さん、こんにちは。それでは今日も早速、問題の方を解いていきますけれども、問題、続きになりますね。問題、前回の問題ですね。で、答えたところの特徴が見られるのはなぜでしょうかということで、資料の方、洪水時と平常時に流れる水の量の比較ということでした。日本の川は外国の川に比べて最大時、最小時、つまり洪水時と平常時ですけれども、流れる水の量の差が大きいよということが、分かったわけですよね。その特徴、そして洪水の時には氾濫しやすいということでしたが、その特徴が、現れる理由ですね。なぜなのかということで、理由を推測しなさい、原因を推測しなさいというところですよね。外国と日本を比べていますから、日本の気候の特徴を抑えたいところですよね。川の水の量ということです。洪水ということです。雨ですよね。日本の雨の降り方の特徴、降水量の特徴、ここを考えてあげると、先ほどの、問題で見たところ、洪水の時と平常時の水の量の差が大きくなるというところですね。ここに、関係づけることができるのではないかということですね。そうすると、外国に比べて日本、特徴的なのは降水量が多いということになりますね。降水量が多いからこそ、最大時に流れる水の量も多くなってくるということです。雨があまり降らなければ最大時に流れる水の量もそんなに多くはならない。川が流れている、川が流れています。そこに雨が降るわけですね。雨が大量に降れば、川がどんどん水の傘が増してくる、どんどんと川が太くなっていくという状況があるわけですよね。どんどんと川が太くなるということになって、最大時に流れる水の量も多くなってくるということです。雨が降ることによって川の水量が多くなってくるということですね。これが原因として一つ挙げられるところですね。日本は雨の量が多いよ、だから洪水の時、たくさん、水が、増えることになるんだよということですね。では他に日本の降水量の特徴はないでしょうか。台風ですね。台風によって雨が急激に降ると、一時期に雨がまとまって降るということです。年間で見てもただでさえ降水量が多い、その降水量が一時期にまとまってドロッと降るわけですね。そのために最小時に流れる水の量は少ないにもかかわらず、台風によって大量の雨が降りますよと、川の水の量が増えますよということになるわけですね。台風による大雨、これによって川の水の量が増します。洪水、氾濫しやすくなりますよというのも納得できるところですね。資料が示しているところ、外国の川に比べて日本の川は氾濫しやすい、なぜなのか、台風によって大量の雨が一時期にまとまって降るからだよというような形で、資料を読み取っていくことができる。回答としましては、2つ理由を、書きましょうということですので、世界の国々と比べて日本は年間降水量が多い、さらには台風などの影響で、たくさん雨が降る月とあまり雨が降らない月との差が大きいからという形で答えることができますね。ということで、資料をしっかりと読み取り、自分の知識、日本の気候の特徴に関する知識、
ここをしっかりとリンクさせる、ここをしっかりと関係づけるというところが必要になってくるわけですね。では皆さん、欧州漢受験に向けて頑張ってください。